ブライアントパークから下ってきました。ブライアントパーク42ストリート、ここが14ストリートになりますので28ブロック下ってきたことになりますね。ユニオンスクエアに来ています。目の前にホールフーズマーケットがあります。太極拳かな、やってる方がいますね。その隣にユニオンスクエアパークがあります。今日はね、最高気温25度ぐらいなんですが、若干ジメジメとしております。さあ、ユニオンスクエアパークをね、ちょっと抜けましょうか。抜けて隣のところにですね、ユニオンスクエアのグリーンマーケットというのがあります。以前ね、番組内でもちょこっとご紹介させていただきました。こちらですね。冬場になると時間帯変わるんでしょうけど、このぐらいの時間ですと、この時期ですと月水金土、朝8時から夕方6時まで。土曜日がね、一番盛り上がるんですが、ちょっと見てみましょうか。いわゆるファーマーズマーケットです。ということでね、ここでね、買う方たち結構多いですよ。グラウンドマーチ、そう、来週ですよね。来週あるのかな、プライドマンスって書いてあった。野菜もありますし、パンですね、あります。みんなちょっと暑そうですよね。これね、ラベンダーのショップがあって、本当にね、いい香りがするんですよ。音声も映像も発達してきましたけど、香り届けられるといいなって私よくね思いますよ。フルーツとか買って食べてたりします。お、ビーガン、グルテンフリーのクッキーとかマフィンだ。ふらっとね、お散歩来るのもここいいかもしれないですね。結構ね、風が強いのどうからわかるかな。最近そうなんですよ、風がね強いんで、
肌とかね、乾燥、すごい乾燥する。私、唇が乾燥しちゃって、今本当にね、大変なことになっているんですよ。それこそニューヨークブリーズ音声バージョンの方ね、お役立ちワンポイントのコーナーがあるんです。その中でもね、担当の漢方系の専門家の方に唇の乾燥とか肌の乾燥とかね、テーマにしてお話しいただいたぐらい、ちょっと私の本当に今悩んでいるものの一つだったりしますね。そのニューヨークブリーズのね、お役立ちバージョンの方は私の YouTube 新たに解説してますので、後でちょっと説明しますけど、そっちをねぜひご覧いただけますと非常に嬉しいです。チャンネル別にしました。私のメインのチャンネルと、まあ、サブを作るほどの登録者数がいるわけではないんですが、ちょっと美容健康ペットとかのね、専門家に話を聞くお役立ち情報のコーナーに関してはチャンネル別で設けてます。リンクなんかもね貼ってますので、よかったらそっちも勉強がてら聞いてみてください。ということで、2つ目のね公演はユニオンスクエアパーク、ユニオンスクエアのグリーンマーケットと一緒にご紹介しました。 DJ 小雪大橋 Presenting New York Breeze。